どうも、新宿アボイ金清です。伊沢です。新宿アボイの中年の市長でございます。はい、あのさ、はい、選挙に行きましょうみたいなことをさ、うん、講演会みたいやってるじゃない。あ、授業ね。授業。群馬。はい。それでさ、なんか取材が来てる会の時やったじゃないですか。うん、はいはいはい。前橋高校。うん。はい。で、TBS の人も来ててさ、うん、で、群馬テレビの人も。そうそうそう。報道特集ね。報道特集。うん、報道特集、金京さん映ってましたね。そうそうそう、結構さ、なんか、何かから連絡来たよ。あ、うん、あ、ものすごい棒立ちで立ってたよ。あれはだって、生徒の話聞いてる時でしょ。いやいや、君みたいだ。いやいや、じゃあ話を聞いてたんですよ、生徒の話はあれ。すごい、すごい存在感だったなと。存在感、いや、それは、いや、石澤さんは私をよく知ってるから。いや、知らなくてもすごかったよ。まあまあ、確かにほら、みんな学生服着てる中で一人だけ赤いジャケット着てるから、それは目立つわね。うん。本当に、知らない人が見た方が、なんだあの人はってなる。うん、まあ、でもほら、一応ちゃんとほら、授業をやってるのはお笑い芸人ですって、あの、ゼンバさんだっけ、あの、キャスターの方。が言ってたから、あ、まあ明らかに、はい、この人芸人なんだろうなっていうのは分かりやすいよね。あれ、それがなく急に言ったら、なんなのこの赤いジャケットの人とはなるかもしれない。すごかったですね。うん。ね、報道特集、いや、伊沢さん、まあみんな映ってましたけど、伊沢さんも映ってたじゃないですか。いや、もうそんなことよりも、やっぱ、金井さんが、なんか棒立ちになって。棒立ちっていうかね。あれがすごすぎて。うん、いや、すごい存在感だな。だからまあまあそうだろうね、松村さんからの連絡来たわ。ああそうなの、うん、見たっつって、そうそうそう、あと何人かから松村さんから連絡来た見たよ、フォト特集みたいな感じで LINE 来たよ。その後なんか誰だか分かんないなんか人と写ってる写真2枚送られてきて、ちょっと意味が分かんないから、いやーよかったです。なんかすなよ、先輩が。本当にわけわかんない写真送ってくるのよ、もういきなりどこにあるのかわかんないテレビとか、テレビだけを。で、なんかその拡大とかして、なんかラジオっぽい現場だなっていうのを予測して、でも松村さんラジオ、まあ九州でもやってるでしょ、あとまあ日本放送、まあ、どっちかだろうなと思って。あ、日本放送にあるテレビですねっつったら正解でさ、うんうん、で、そう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 ね、あのお笑い有楽町の時はさあ困ったよねとかって、そのお笑い有楽町のうちらが出てまあ要は今だから言うけど、もう3組残ったけど、もう明らかにあのスタッフ側の審査員の人がちょっと新宿アボイなしの上であと2組で決めましょうみたいな空気にしたっていうね。審査員室入った時にね、松村さんともう一人誰かいたかな。で、スタッフ側の人、ちょっとまず新宿アボイさんはちょっとなしですみたいな流れになって、まあ、まあ、もちろんうちは優勝しなかったっていうね。それを申し訳ないっていう思いもあるから、そっちの話一体と、いや広がってるじゃん、うん、そして返せば話が広がる。まあまあ読み取れる時はね、いきなり米助首相と両国の砂かぶり席で一緒になった写真意味もなくよ。でも絶対最近の話じゃないね、最近の写真でもないけど昔の写真なんだろうけど、急に送られてきても、ああ米助首相ですねぐらいしか言えないじゃん、もう言いようがないもん。いいじゃない、あ、砂かぶりすぎですか、うん、いいですね、僕も行きたいですねとか、なんか一言言え、いやいや、だから米助首相と一緒だったんですねっつって、で、まあそれっきり返事ないし完全に間違ってた、間違ってたからよくわかんないんだよね、正解したら話は盛り上がるし、うん、そうそう、だからその後も高、だからこの間のもね、高田松、あの奈々ちゃんがやってるじゃん、その高松奈々なんて書いてあったかな、なんか、うん、俳句みたいな感じ、いや出てたね、うん、高松菜奈みたいな、うん、でももう一度ちょっとそのやり手が終わった後よ、あにもう一回来たんだ、もう一回次の日ぐらいに来たのかな、あどうしたっけな、気づかないふりした、ありがとうございますって面倒くさい人に絡まれてる、面倒くさい人か、
やり取りじゃないですか。いや、どう返していいかわからないっていうあれだ。ありがとうございますなんて返したの。ないよ、それは。ちょっと携帯見てわかんない。よくないよ。いや、ありがとうございますだっけな。かしこまりました、違うな。よくないよ、どちらにしろよくないよ、それ。よくないかね。もうあしらってるもん。ちょっとこれ、このターン、あの、終わったら確認する。一回確認するわ、ちょっと、うん、釈明したい。釈明というか、どういうやり取りした か, や り, り し, たかやり取りした上でもっとひどい内容になる可能性もある。ああ、そうね、うん、いや、そうそう、でもまあ、報道特区、まあ、出るっつったって、まあ、現場に、まあ、基本的には取材が来てたっていうだけだけどさ、ね、報道特集見たよって、なかなか問題を起こさなきゃ出れないやつ。そうね、なかなか珍しいパターンだったけど、そう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 、あの、もう絶対、あの、前場さんだっけ、うん、キャスターのね、うん、あの方も来てたじゃん、うん、もう、まあ、まず会うことないじゃん、まあ、ああいう方は ね,、まあ、ね、うん、最初分からなかったもん、俺、バラエティの人じゃないもんね、うん、なんか見たことある人だなと思ったけど、その取材が、誰が、どこが来るとか全然知らなかったからさ、だからほら、控え室に来たじゃん。来てたね。なんか男性の方、女性の方来たなと思って、最初、学校の人かなと思って、あ、でも違うな、なんか、ずいぶん上品な感じしたからさ、なんか、あれ、あ、地元のなんか、議員さんかなとかって思ったなんとなくね、パッと見た瞬間、でも、いやー、わかるよ、地方議員感ある。そう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 。で、上品な感じのね。でも、話聞いてると、どうも違うぞ。なんか違うな。ああ、でもどっかで見たことあるなと思ったから、ああ、報道特集の人だと思ってさ、うん、いやいや、こんな見ることないなと思ってさ、そうそうそう。大丈夫だった。何が？好きにならなかった。なんないよ。なんでなんないよ。なんだ、一瞬あっただけで。ゼマさーんって言わなかった。ゼマさん。いや、おいくつなんだろう？私と一緒ぐらいかね。結構上なんじゃない？あ、もうちょっと上かね、あの方。上品な感じだったね。なんかね、いや、そうなんだよ、アナウンサーさんとかさ、たまに見るとさ、実際会うとさ、全然違うんだよね、あのテレビで見るのと、その綺麗さというかさ、へ、思ったよりなんか細いというか、思ったより細い、なんつうの、テレビの人はでもそう、テレビはそうよ、そう、ね、キュッとしてる、そうそう、スタイルがいいというかさ、そう、この間もフジテレビで、なんだっけ、お父さんが、お父さんがあのサッカー選手だった、あ、長嶋、はい、由美アナウンサー、うん、を見たんだけどさ、うん、あ、お前の顔こう、なんていうの、小さかったね、もっとなんかスラッとなんかした感じかなと思ったら、なんかキュッとしててさ、まあテレビはね、出てる人はオーラがやっぱ違いますから、まあ、オーラで大きく見えてるんでしょうね、テレビだとね。テレビだと、いや、実際あったかの話です、それ逆じゃない、普通実際あったらやっぱオーラありますねじゃない、逆でしょそれ、いや、お前の方がちっちゃいっていうかさ、キュッてしてた、そうなんだと思ってさ、だから金京なんて相当でかく見えてると思うよ、いや、私の場合は、いやいや、あ、実際あるとでかいんですねってよく言われる、あ、そう、じゃあテレビの方がじゃあオーラがないからちっちゃく見えてて、いや、オーラがないとかじゃなくて、実際見るとこんなでかかったんだ、うん、テレビ出ると萎縮してるからちっちゃく見えるなっていう、いや、うん、ごめんなさい、テレビに緊張して萎縮してちっちゃく見えてた、いや、別にそういう話じゃなくて、テレビで見る私と実際見る私の大きさがオーラがありますねって言われたりするわけです、実際はこんなでかかったんですね、テレビで見ると、うん、だそテレビ、いや、いや、ちょっといい、テレビで見た時の印象はいい、まず実際見た時の話を私はしてるから、別にテレビ見た時の印象の話はいい、どうせいいこと言われないから実際会うとって、実際会うと大きく見えるって、そう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 、大きいんですねとはよく言われるね、そうなんだ、うん、いやいや、だからあれじゃない、その報道特集、ものすごい、なんつうの、異質感があったでしょ、異質感、まあ、ちょ、また待って、あれちょっと内容が内容だからさ、ちょっとまた異質中の異質だよ、そりゃそうだよ、赤いジャケットの人がいるんだもん、紛れてないの、紛れてない、自己主張が強すぎていや、私もさ異常だなと思って、あそこでやっぱボーッと立ってる、たまたま生徒がさなんか述べるくだりがあるじゃん、で大事なとこですよ、で、バーッて、まあ、なんか物をね、いろいろ書いてもらってる時、なんか、まあ、周りくるくる 見るじゃん、で、見て、なんとなく発表してくれそうな人探したね、うん、で、まあまあ、もうそろそろ時間安定、その時はほら、仕切りが高松奈々ちゃんとか、うん、あ、2人くらい発表してくれる人いるよ、つったけど、あ、はい、つったけど、う
言ったから、うん、ちょっと近くにいようと思って、うん、なんとなくあの辺にいたのよ。そうで、あの発表してくれる人にだから、ああの生徒さんしてくれるよとかって言おうかと思って、うん、でいたらたまたまさ、そのなんつうの、私の近くにいた人が発表する人がいてさ、まあ発表したい人って言ったら結構手が上がったから、うん、あの私が前もって言った生徒さんじゃなかったから、うん、だからたまたまそれ近くてさ、ならよく考えたらこれあれ結構映り込んでんじゃないかってちょっと思ったね、うん、そしたらオンエア見たら異質感、異質な感じでいや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 、でもまあまあね、そうそうそう、別にあそこにいなくてもよかった、うん、でもまあもしいなかったら奈々ちゃんに言わないとなと思ったから、うん、そうそう、でもあの時はめちゃくちゃ邪魔だな、多分カメラの人も落ちたと思うよあの若い人とか、いやいや邪魔なことないでしょ、だってお笑い、てくんねえかいや、お笑い芸人がやってるっていう趣旨の元のあれの VTR なのか、別にお笑い芸人的な人がいたっていいじゃん、別に何の違和感もないと言ってくんねえかなと思って、毒質ないじゃん、別に別にデーデーって、いやこんなデーとかいない、一応ね、一応さ去っていましたよ、私はまだ東方とかね、いや、そんなことそんなことやってなくてよかったな、やってやるかよ、そんなもん、生徒さんがおぉ映ってるテレビイエーイ使わないでしょ、そんな場所そもそもね、もういいですか、いや、もういいよ、だいぶ前からはい、じゃあちょっとこの後松村さんの LINE をね、LINE をね、はい、確認します、はい、ありがとうございました。